砂森泣けてる佐野あさみ持ち込み SP。 皆さんこんばんは、砂森泣けてるです。こんばんは、佐野あさみです。ということでね、あのちょっと前に僕が漫画紹介したじゃないですか、はい、半袖ね、半袖、半身ね、半身、怒られる、半分カビとか言ってね、はい、半身、なんか今日も持ってきてるじゃないですか。そうなんですよ、その時にスタジオにあるよって言ってくれたのが、あのダディが持ってる、ダディがね、ダディが持ってたんですよね。ヤスディがね、持ってるやつだったんで、なんかさ、読み方とかってさ、癖があるじゃん、指の置き方とか、本の物理的なやつ対して、例えば爪が当たっちゃうとか、なんかそのきっちりこう開いて読みたい人とかさ、半開きにして読みたい人とか、背のところをギュッと開ける人もいるし、だから私はね、あんまり本を借りたくはないわけですよ。痛めちゃうから。そう、その人なりのなんかこう見方とかあるかもしれないから、で私読みたかったから買いますっつって、それこそゴールデンウィーク中に買って読んだんですけど、まず萩尾元先生に謝りたい、半袖と言って申し訳ございませんでした。半身、すごい作品でした。いいでしょ。もう半袖なんて言ったことをもう土下座したいぐらい。本当に僕でも買い物行ってて半袖 T シャツとか書いてあるのをもう見るたびに思い出しちゃって半身って思いながら逆に、いや私の知ってる作品で想像を絶するぐらい心を打たれて好きでした。重たいですよね。でも好きでした。で、考えさせられるし、でその後の他の作品、何作か書いてあるやつも見て、短編集だからね、そう、好きで、音質と、あのね、ハーバルビューティーも好きだったけど、真夜中の夜のプラネットも好きだった、もうめっちゃ好きだったから、私ね、この半身から始まり、他に萩尾元先生の作品いっぱい出てますから。そうで、イグアナの娘ドラマでやってたじゃない。そう、イグアナの娘もね、でそれ見てたし、うわっと思って、ちょっとハマりそうです、萩尾先生に。ちょっとね、しばらく楽しめると思うので。ありがとうございます。半袖、はい、小学館文庫で出てます。はい、小学館文庫で出てます。楽しかったです。はい、はい、ということでね、番組ではもちなーの皆さんからのメール、持ち込み企画などお待ちしています。メールアドレスはもちアットマーク rkbr.jp です。 X でハッシュタグ持ち込みちっちゃい2をつけてポストしてください。というわけで、持ち込み SP、 最後までお付き合いください。砂森たけてる田野あさみ持ち込み SP、 25時半まで放送中。みんなで一緒に夜更かし、夜更かし、朝まで行っちゃいましょう。どこ、真夜中の SP トーク。5月なんですけれども、休みが多かったじゃないですか。そうね、どっか休み行きました。私は近いところに行って、飛行機とか電車とかそういうの乗ってないですね。乗ってない。近所の公園とか、まあいろんなところに、はい、行きましたね。僕はね、ゴールデンウィークにそれこそ、奥さんの実家山形なんですけど、行きましたね。行って、庄内っていうね、海沿いなんですけど、山形県って海沿いと、山側で、この、ね、トーク聞いてる人は、九州なんであんま知らないと思うんですけど、結構ね、違うんですよ、文化が。同じ山形県っていう名前だけど、一番違うのは芋煮って分かります？分かるよ。芋煮っていう、みんなでこう河原とかでやる、芋を煮るやつがあるんですけど、それがね、こう醤油味だったり、味噌味だったり、あと肉も牛肉だったり豚肉だったりが違うんで、全然こうみんなが思ってる山形と違ったりするんですけど、僕はその海側の、出身の人がと結婚してるんで、子供連れてね、行ってたんですけどね。いや、楽しかったですよ。いや、いいですね。でね、海ね、メールも来てて、持ちなのネーム、青い図書頭さん、ありがとうございます。はい、突然ですが、砂森さん、浅見さんは毎年ここに旅行訪問するといった場所はありますか？毎年は無理な、なってはありますけど、行きたいなとか、まあ行くかなみたいなとこはありますよ。遠いとこじゃないですけど、遠いとこじゃなくて、定番的な、定番、
僕は毎年だと毎年行けてないですけど、沖縄とかは年一ぐらい行きたいなみたいな。海好きなんですよ。あ、すごい海派だ。海派。私ね、山派なんですよ。山派なんだ。かといって登りはしませんけど、海ね、ほんと行かなくて、小学校以来行ってない。え、海水浴とか。海水浴とか、水着は買うんだよ。まあ、持ち込みの時も話したけど、うん、水着は買うの。水着は買うの。可愛い水着着たいと思って買うんだけど、絶対行かない。焼けるとか、うん、じゃあプールで着る。プールもあんまり行かないのよ。じゃあなんで買うんだって話なんだけど。水着はどこで着るの。お風呂で着たりするよ。着れないから。着れないからね。あ、買ったけど着てないなと思って。着ないと思って着たりとかしますけど、うん、海か。海なんで行かないですか。怖いって思う時がある。泳げないっぽい。多分私泳いだことない。あ、じゃあ泳げないだ。海で。え、あの小学生の時プールとかもなかった。あとは25メートル泳いだことあるけど、うん、それ以来自分が何メートル泳げるのかわからない。あ、でも25メートル泳げるんだったらもしかしたら泳げるかも。わかんないのよ、うん、あ、うーん、犬かきみたいなのはできる。犬かきみたいな。逆にそれいつしたんですか。そのプールみたいなところで。プールみたいなところ。プールはね、たまには行くから。そう、行ったりするけど。でもープール行ったのもお仕事でタイに行った時に。あ、ホテルとかにあるから。そうで、マネージャー陣とイエーイって言ってやったぐらいで。屋上とかにね、タイの。プライベートでプール行くとかないな。僕はね、海大好きで、うん、あの何するんですか。潜ります。ダイビング。素潜り。ダイビング、ダイビング、ダイビング、スキューバダイビングってやつです。うわ、加えんの。加えて空気中だから、あの25メーターとかまで沈むんですけど、うんうん、なんかね、いいですよ。何にもなくて、うん、あ、まあ、魚とか泳いでるんだけど、うん、でも25メーターとか行くともうね、魚も泳いでなくて、うん、なんか薄暗いの。それが良くて。うわ、怖いかも。多分怖いかもしんないですね。あのでっかいの好きなんで、僕サメとかね、うわ、好きなんですけど。怖いかも。サメはね、でも滅多に会えないんで、うん、あのおとなしいサメしか、あのいないんで、あの人がいるところには、うん、たまにね、ありますけど。急に思い出してきた。なんかその潜った時にちょっとこう耳が聞こえなくなるじゃない、音が、はい、耳抜きしなきゃいけないやつ。海の中の音とかさ、水の中の音、うん、ここ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 、そう、お風呂でも私子供の頃潜ったことあるんだけど、ね、うん、ちょっとね、不安になるのよね。なるほど。で、うん、あのメールね、戻ると、うん、なんとですね、あの青い年頭さんは、何、あさみさんとゆかりのあるセイントスノーの数野セイラさんのお誕生日に、まず、函館に、うそー、毎年集って、世界中のセイントスノーファンが集ってひっそりとお祝いをしています。言ってよ、行くよ。行くよ、行くよ、行くって。マジ、なんか毎年、しかも世界中のセイントスノーファンがっていうことは、日本の方だけじゃないんですね、これはね。行っちゃう。いつかさ、その日にさ、ライブとかできたらいいよね。ねえ、でもいいシーズンだから。ねえ、いいシーズンなんですよ。でメールの続きあるんですけど、うん、5月の函館は桜の開花時期と重なることもあり、著名な史跡である五稜郭が満開の桜に包まれる光景を楽しむことができます。めっちゃいいじゃないですか。最高じゃん。今年は名探偵コナンの映画がに函館が登場したことで注目されています。そうなんですよ。小学館だ、いいですね。その前に私、映画の前にゲストでコナンメーターでコナン出させていただいたので、うん、それつながりなのかなと思いながらも、いいですね、すごい、ありがとう。そういうのいいですね。そういうの決まってると毎年ゴールデンウィークどこ行こうって思わなくていいですもんね。そうだよね、嬉しいわ、うん、ありがとうございます。いいこと聞けた、うんうん、ちょっとね、普通おた、うん、まだまだ来てるんで、ありがとうございます。持ちなネーム、ザンギエフさん、ありがとうございます。はい、田野さん、スナムリさん、こんばんは。先日車で帰宅中に便意を催し、自分のお尻を説得しながら帰ってきました。ねえねえねえ、頑張れ、まだいけるぞって説得したのね、うん。駐車場に車を止め、もう少しだからと心の中でお尻に土下座をして、エレベーターホールに着くと、エレベーターが最上階に止まっていました。は、大ピンチでした、うん。お二人が最近襲われたピンチはありますか。ちょっと待って、オチがない、オチが。え、どういうこと、どういうこと、うん、だから駐車場が多分地下とか1階とかで止めて、うわーって言って、頑張れお尻、頑張れお尻って言ってエレベーターホールに来たら32階とかね。あ、なるほど、乗ってないのね、これはね。まだ、そうそう、うん、うわー、どうしたの、どうしたの、それで。どうも書いてないんですよ。大ピンチでした、だから大ピンチでした、大丈夫だったんだね。さすがにね、切り抜けたんだと信じたいですね。そうだね、うん、心配だわ。最近襲われたピンチはありますか。あるある。なんです、ね、私もめちゃくちゃ車乗るようになってて、最近、うん、
車を多分駐車場に止めてらっしゃって、前のその車のボンネットが出てて、うんうん、で狭い道なのに、まあ、路駐してる車があり、ほう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 、多分幅が狭いところに、うん、まあそのアルファードとか大きい車はもう通れないで止まってて、で私の前に軽自動車の方がいて、で結構止まってたのよ。でもみんなこれあれみたいな、詰まってるでも行けないってこう出てこないってなった時に、その軽自動車の方が降りてって見に行かれて、うん、でバーって私のところに来て、俺行くよって。何それ、俺は行くよって行ける僕はと、うん、軽だからね、おじいさんだったけど、ちっちゃいしね、俺は行くよって言われて、うん、って言って、私行けますかって言ったら、うん、行けると思うよって言われたのこの車幅なら言ってくれたんだけど、その顔を見た時に、うん、お前やれるなみたいな顔をしてたわけよあのお前のテク次第だぜみたいな。そうで私、バックして戻ろうかなと思ったら、ゴミ収集車さんが来たわけよ。おーおー、もうこれ戻れんと、戻れないですね、後ろね、もう行くか永遠に待つしかないわけよ、うん、路中の方が戻ってくるか、ね、くる、その駐車場に止めてる方が戻ってくるか、で待ちも時間ないからダメだと思って、はい、おじさんが行ったの見て、うん、おじさんのあの行けると思うよっていう顔を信じて行ったりました。その時結構ギリギリで、結構ギリギリ、もう車の中ビビビビとか言ってるの、センサーがね、センサーがもう右前に男の子が立ってて、はいはい、でパッて見たら、いけるよみたいなうなずいてくれてて本当いけるってうなずきながら、その男の子もどこまで信じられるかだよなでも見て、ちゃんと見てね、うん、全てを見ていけて、クリアして、もう結構先におじさん進んだんだけど、でこうね、あの赤信号で止まってらっしゃって、うん、後ろに着いたらパッて見たらミラーで私のこと見てるわけ来たなっていう、でありがとうございますって言ったんだけど、結構な狭さで、それは怖いな、結構ピンチだったかな。あれは行かないと仕事間に合わないし、うん、ぶつかるなと思ったら行かないよ私も、だけど行けると思ったんだよ見て、まあ、でもねやっぱ自分の車だから行けるみたいなところは、た時になんか私大人になったなって思いましたなんとなく行けるって分かったんですよね。ああじゃあそれはもうかなり育ってる。うん、るであの音的にも行ける。であのおじさんの感覚を信じて。であと男の子のうなずきを信じて。みんなに救われピンチを脱出しましたね。すごいな。ね運転は大人って感じしますよね。僕38で免許取ったんで結構最近なんですよ。なんで取ろうと思ったの？あ子供ができたから。ああその子供に必要だなと思って。最高じゃんパパ。でコロナ禍の真っ最中でね、あこれ結構ピンチだった話ですわ、最近じゃないけど、で教習所行ったんですよ、うん、行ったら、いや入所に半年待ちですねって言われて、えもう混みすぎてて、コロナの時ってなんか人数制限とかいっぱいあったじゃないですか、あと講習も、うん、たくさん通えるコースとかもう締め切りしてて、うん、これ入ったら何ヶ月かかりますって言ったら、多分半年ぐらいかかりますねって言われて、半年待ちで半年かかるコースに入ったら1年後しか取れないじゃんってなって、うん、全然間に合わないですよ子供生まれるのに、うん、だからどうしたの？一発免許で取りました僕。何何何どういうこと？一発免許って知ってます？何知らない。あのすでに運転できる人で免許持ってない人が外国で例えば運転してたとか、あと免許持ってたけど失効しちゃったとか、そういう人が僕運転できるんでって言って警察に試験を受けに行く制度があるんですよ。へー。あのそれで取りました僕は。だからその専用のスクールみたいのがあって、もうその一発免許で取る人専用のスクールがあって、なんていうんですか、民間の教習所みたいな、教習所っぽいんですけどもっと狭くて、そんなのあんの？そんな、なんかもう駐車場に毛が生えたぐらいのようなところで、うん、超おもろい、うん、あの練習するんですよ、その雇った先生とお多分25、6のお兄ちゃんみたいな人が、はいじゃあ今日よろしくお願いしますって言って、アクセル踏んでくださいみたいな、アクセルってどれですか、怖、アクセル右右とか、怖、やめて降りていただいてもらっていいですかってだけど、うん、っていうのをやって、まあ、一応だからその運転のスキルを一通り教えてもらって受け入って、で最初は落ちるんですけど、あの何回か受けて通って、警察署で、警察署で、だってさ警察署ってさ別に何にも悪いことしてないしさ、うん、住所変更しに行くために行ってんのにさ、うん、ドキドキしない？なんかドキドキするするじゃん。でも私絶対警官から目そらさないから私そうすると向こうがなんかおーみたいな、目そらしたら負けだと思って、もう目そらさないから、あの住所変更ですみたいなやってる時もずっと見てて向こうがそうそのね、その強い目力で受け取った時もありがとうございましたって言って笑顔で去るっていうのも、私は絶対目をそらさないっていうのを決めてて、変に疑われないように、そう
だからそんな運転とかになったら逆に前見なさいって言われるよ多分私、そうずっとね、うん、すごい面白い、あれはピンチでしたね、いやすごいピンチが学びの場になった、ありがとうございます、はい、うん、ということでこの後は攻略漫画ダンジョン、今週はギャル町中華、美味しい楽しい可愛いつい通いたくなる新グルメコミック開店、そんな作品を紹介します、お楽しみに。砂森たけてる、たのあさみ、持ち込み SP、 皆さんからの持ち込みメール大募集中です、持ちアットマーク rkbr.jp です、砂森のお仕事も募集中です、森さんのマネージャーそれ攻略漫画ダンジョン、小学生の頃図書室の本を読み尽くした賢者ですら到底攻略できないであろう漫画ダンジョン、そんな数多ある漫画の宝庫に私賢者スナピーと勇者アサミンが果敢に挑み、一冊一冊読み解いて攻略していこうというコーナーです。はい、さて賢者スナピー、今回のクエストではどんな漫画を読み解いてくれるんでしょうか。本日読み解く漫画はニコライ先生のレンゲとナルトです。おー、レンゲとナルト、美味しそう。では、スナピー、レンゲとナルトの読みどころをお印ください。黒ギャルの作るチャーハンが美味しくないはずがないなんだそれなんだそれ、おもろいな。質問なんですけど、黒ギャルはお好きですか。あ、好きですね。あ、黒ギャル好き。私あのアムラー世代なので。あ、そうですよね。ちょうどみんなこう日焼け、日焼けしてる世代なんですよ。であのアロバとか着たりとか、なので好きですね。可愛いですね。健康的で素敵です。あ、よかった。もうね、ここでね、黒ギャルが好きじゃなかったらもうこの漫画の魅力の多分8割は黒ギャルだから。え、好きじゃない人いる？だって健康的で可愛くない？黒ギャルね、可愛いですよね。好き好き。でこちらの漫画ですね、はい、もう表紙を見たら分かるんですけど、超可愛い、すごい可愛い黒ギャルが出てきます。もちろん、でどういう話かというと、あのこの主人公がね、まあなんていうかな、ちょっとあの疲れてるんですよ。日々のね仕事とかで、もうぐったり疲れてて、で昔行ってた町中華があったんですけど、そこでちょっとね優しくおばちゃんがしてくれたりとかしたのがいい思い出なんですけど、その中華が潰れてしまったと。あら、もう時代の流れでね。でその店主もそのおばあちゃんだったから、もうなんかね、あの店続けられなくなったのかなと思って寂しく思ってたところ、ある日その中華店が開いていると。開いてるんですけど、なんかメニューがデコられてる。で行ったら、かわいい、かわいい黒ギャルの女の子がいて、中華をやってるんですよ。いらっしゃいませみたいな、いやなんかこうもっとね、こう結構まっすぐに来てくれる感じ。いらっしゃいませみたいな。そうそうそう、そっちか、いいね。で、まあ、メニューとかがあって、主人公はいつも食べてたカレー定食を頼もうとするんですけど、カレー定食を頼むと、あのチャーハンにされてしまうと。え、多分まだチャーハンしか作れないんですかね。超面白い。うん、そのチャーハンが美味しいと、そういう話ですね。いや、いいじゃないですか。あの基本的にはずっとこういう感じで、もちろんだんだん話は進んでいくんですけど、やっぱね、黒ギャルにチャーハン作ってもらいたいなっていう多分ことなんですよ、この作品は。なるほどね、夢が詰まってますね。そうで、一番のおすすめポイントとしてはですね、やっぱり絵が可愛い、女の子が可愛い、そしてちょっとエッチ、あ、そうなんだ。だからもうずっと黒ギャル可愛いが続く、もう一冊読んでる間はもうずっと黒ギャル。何ちゃんなのその子。この子がですね、レンゲちゃんなわけですよ。うわ、可愛い、そうそうっていうね、タイトルなんですけど、このどうしてこういうタイトルなのかっていうのも、そう、可愛いんですよね。まあその名前が分かるのもちょっとね、中でエピソードになってるんですけど、そう、最初はねもう名前も分かんない、ただ中華に行ったら黒ギャルがいて、カレーを頼んだのにチャーハンが出てきて、うまいと、そうで全部で作ってくれる料理が美味しい、なんかいい、ね、うまいって、なんか別にね、あの料理漫画みたいにこう分析とかしないんですけど、この麺がこのスープかとかそういうの全然ないですけど、食べたら必ず主人公がうまって言ってるから、まあうまいんでしょう。そういう人いるじゃないですか。なんか何作ってもちょっとしたメニューでも分かる分かる、なんかちゃちゃっと作ったのが美味しい人っているじゃないですか。いるいる。センスね、タイミングバッチリ、もう絶対センスだね。
でレシピ聞いても、いやこれの通り作ってるだけだよとか言うんだけど、うんうんうん、もう全然違うみたいな、そういうマジカルな才能のある人なのかなと思ってるんですけど、あのそんな小難しいことは一切書いてなくて、ただ可愛い子がずっとこうチャーハン作ってる、まあ、チャーハン以外も作ってくれるんですけどね、いろいろ作ってくれるけど、そう一応ねレシピは、その元々あったお店のレシピを引き継いで、あのノート、どういう関係なの、そのまだ出てない、ね、いや出てはいる、一巻のね最後の方にそれが明らかにはなるんですよね、まあ、だからそこはねちょっと謎めいてはいるんですよ、なんでこの黒ギャルがこの町中華で急に働いてんのか、そうだよね、あのよくわからないし、まあ、なんか主人公は割とシャイ系の人なんで、疑問に思いつつも聞けないまま結構時間が過ぎていくんですけど、そ、まあ、そのうちわかるんですけど、まあ、でもあのチャーハン食べるともう美味しいからそんな気にならなくなっちゃって、で満足して帰っちゃうみたいな、そんな感じですね。いやいいですね、まあ、とにかくねこの黒ギャルが可愛いと思う人は読んだ方がいいとそこ推しじゃん、うん、もう僕ねこの何分かの間に黒ギャルって何回言うんだ人生で一番黒ギャルって言ってるわ、言ったね、うんうん、っていうですね、はい、こういう漫画ですね、だからもうあの、まあ、とにかく可愛いと、でもうこの表紙とかねバーンって可愛いんで、めっちゃ可愛い、ちょっとねあの、聞いてる方ちょっとよかったらこのねあのレンゲとナルトで検索してもらうとすぐ表紙が出ると思うんで、見てほしいんですけど、で多分ねこれピンク、ピンクは特色ですよ、ピンクをわざわざこうね別の色で載せてるんですよね、こういうのって、あそうなの、あの肌色って綺麗に見せるのに、蛍光ピンクっていう色をわざわざこのいわゆる普通の 三原色、色の三原色、やばい私今日蛍光ピンク着てる、やめてよやめてよ、ほんとほんとほんね、そうだから、あの普通のプリンターとかの3色だと肌色ってちょっとなんかくすんだ感じになるんで、こう肌色をしたいこう、ね、あの作品とかってわざとこう蛍光ピンクとかをあの乗せるんですけど、ちょっと予算を足して、多分これはもう蛍光ピンクバーンって乗せてるかなっていう、ちょっと見せてくださいでしょ、全く一緒の色だって多分ほとんどいやおいおいなるほど ね、 いいね、突然印刷の話しちゃったけど、というですね、はい、はい、レンゲとナルトというですね、黒ギャル、はい、かける町中華、分かりやすいな、もうギャル町中華って書けば分かるっていうこの素晴らしい、分かりやすい作品ですよね、こちらはビッグコミックスペリオール、ビッグコミックスペリオールで連載中、で一巻が大好評発売中ということになっております、はい、というわけで勇者アサミン、今回のプレゼンでアサミンの漫画ポイント MP は何ポイントアップしたでしょうか、はい、本日アップした私の漫画ポイントは2ポイント、2ポイント、ちょっとね辛めに来ましたね、あそうか5ポイント制か、え嘘嘘でしょ、忘れてた3ポイント、あの前回の持ち込みの三星と一緒になってた、ごめん4ポイント、あ4ポイント、 8割ぐらいはそういった感じですね、黒ギャル知ってるからさ私、そうでもね、そうこれはねもはややっぱね黒ギャル好きかどうかにかなり依存するなと、ね、でちらっとこうページめくってるのを見た時に、あの飲み物をついたら出てくるじゃないですか、席についたら、はい、そのコップがヒョウ柄だった、あそうそう全部ねデコってあるんですよ、そういうのはキュンとくるから、キュンとくるんだ、それを言ってくれたらさらに1ポイント追加されたかなって感じで、そこだったか、そうデコってるところをもっとアピールしてほしかった、アピールしてもらったら5ポイントだったかなっていう感じです、ありがとうございます、はい楽しかったです、ありがとうございます、というわけで本日読み解いた漫画は、ニコライ先生のレンゲとナルトでした、攻略漫画ダンジョン次回も果敢に挑みましょう、ということでね、今週の持ち込み SP どうでした、いや楽しかったし、やっぱ学び多いなってめちゃくちゃ思いましたね、その学び免許の、あ免許のね話からも、あれ知らないですもんね、あの一発免許っていうシステムね、知らないし、そんななんだって思ったし、だからねあの、もし失効しちゃってもそれで取ればいいっていう、私一回ね失効したことあったんですよ、期限がそのはがきで来てたんだけど、あ見逃してて、見逃しててその時私引っ越しして、そう誕生日から1ヶ月とかですよね、そうなの、それで1回ゴールドじゃなくなったんだよね、あそうなんだ、でももう1回教習屋行って
てやったわ。でもあの切れて半年以内とかだと確かそんなに大変じゃないんですけど、半年以内だったのかもね。じゃあ多分そうだ、そんな大変じゃなかった。完全にゼロになっちゃうことか。ゼロになってない。完全にゼロになっちゃった人が割と取りに来たりとかするときに、さすがにもう一回教習受け直すのはもうお金的にも時間的にもしんどいっていうときに、それで受ける人とかが結構いるっていうシステムらしいですね。ダメよみんな失効しちゃう、うん、あの気をつけてください気をつけましょう、安全運転で、はい、ということでね、番組ではもちろんの皆さんからの普通おた持ち込みネタなどメッセージを募集しております。メールアドレスはもちアットマーク rkbr.jp でしゅでしゅかわいい。ハッシュタグを見てて今、うん、デシューって言ってごめんなさい。ハッシュタグのシュね。そう。ハッシュタグは持ち込みです。ちっちゃいやつを忘れずにつけてくださいって言おうとしたらデシューって言っちゃった。恥ずかしい。よろしくお願いします。はい。そしてこの番組持ち込み SP がポッドキャストでも聞けます。 Spotify や Apple Podcast、Amazon Music などお好きなプラットフォームで検索してみてください。うん、というわけで次回もこの時間にお会いしましょう。お相手は砂森健と田野あさみでした。また来週でしゅーでしゅーまた来週しゅーフランシュシュみたいなちょっと ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。